はいこんばんは今井です本日は脳性麻痺についてやっていきたいと思います本日もえっ、ー、とリクエストいただきました第50回 DD 国家試験午後の30問目ですねやっていきましょうまあ個人的には捨て問題ですけどショーにはね一応ご依頼があったのでまあ自分なりにえっ、ー、とまあざっくり理解しながら解説していこうと思います5歳の男児 脳性麻痺で軽直型四肢麻痺である粗大運動機能は側外位までの寝返りが可能側外位までの寝返りが可能ですねはい。側外位と肺外から引き起こした時の状態を図に示す臨床症状として可能性が低いのはどれかっていうところですねまあ、見てみると上の図は、まあ、非対称性緊張性経反射が出てるぞというところとかで、ね、あとは下の図はまあ、首の立ち直りが出てないとか あとは両下肢がねビヨーンって伸びちゃってるまあ軽直型獅子麻痺の特徴的ですねでまあ一番最初見ていきましょう1問目えっ、ー、と足クローヌスの妖精まあクローヌスは出るでしょう定直型獅子麻痺ですからねで2番下肢の共心筋共同運動がまあ出てますよねまあバッキバキに緊張してるってわけですねで、えー、と3番緊張性迷路反射の残存まあ出るでしょうねというところですねまあ,あの原始反射が残ってるっていうことですね、はい で4番「パラシュート反応陽性」というところで、まあ、こんだけガチガチの筋緊張が高い状態の脳性麻痺だと、まあ、パラシュート反応パラシュート反応はうつ伏せになってね首を急激に落とした時にパッと両手が両手両足が伸びるっていう反応ですけどもこれに関してはまあ自然反射になりますね。で、まあ、正常なあのお子さんには出られ出る反射反応ですけども、まあ、これに関してはえこんだけ緊張が強いとさすがに獅子がちゃんと、ね、のパラシュート反応の時に。 反射でね出てくれるかっていうのは結構疑問なのでおそらくこれは回答が4になるでしょうというところですね。で5番股関節外転の運可動域制限、うんまあ、こんだけね傾直がボーンって強く出てればさすがに股関節の外転は出ないだろうというところでまあ、今回の問題に関してはまあ、あの小児が苦手な僕でもある程度は解けるかなというところです。まな、あ、んでかっていうと、まあ、原子反射 が、まだ残っちゃってるって言うところですよね。まあ、原子反射まあ、基本的には中枢からのえっ、ー、と抑制がかかってるものですけども、その抑制が出ずに勝手にね。原子反射が出てきてしまっているというところでまあ、残存してるというところですよね。まあ、脳の発達と,とともにこの辺はなくなっていくはずではあるのですが、まあ、その辺のね。えっ、ー、と脳の抑制が働かないっていうところからはまだ残っているというところでしょう。っていうことを考えると。 うーんまあポイントとして多分今回の問題で知っておくべきなのは、まあ、大きく分けて3つに、まあ、僕の中では分類してみました一つ知っておかなければいけないのは今回の問題は軽直型しし麻麻でしたけども、えっと、の,麻痺の種類です、ね、まあいろいろ本によって書かれてることは違うのかもしれないですけども大きくざっくり分けると「軽直型」と「アテトーゼ型」。 の二つに分かれますと、まあ、大きく分けると二つで、まあ、この他に失調型と混合型がありますとで混合型に関して言うと傾直型と当てトゼ型が混合しているケースが多いですよというふうに言われていますあとはですね、まあ、強直型とかあったりとかねしますけど、まあ、大きく分けるとこの二つっていうところかなというふうに思います、まあ、分け方としては、まあ、今回結構ね僕の中ではざっくり分けました、まあ、このぐらい分かっていればうんと、まあ、勘である程度解けるんじゃないかな っていいいう程度の勉強ししかか多分僕はしないかなと思います国賜に関してね僕苦手ですからまあ傾着型まあ世に言うまあまあが強い状態緊張が強い状態ですねなので衰退路障害っぽいような状態になりますねまあその反対に当てと税型はどちらかというと何て言えばいいんだろうな 衰退ガエル系の障害って言うとちょっと変ですけども、えー、っとまあ不随運動が非常に大きいような動きが出てくるのがまあアテトゼガかなというところです。でえっと今回の問題で出ているのが軽直型四肢麻痺っていうところで、まあ、この麻痺の種類まあ,あの障害別障害部位っていうのもいくつか名前が付けられています。これも一応ね表にしてみました。まあ、今回四肢麻痺なので両上肢両下肢が麻痺になっている状態ですね。なので一番左の上のところ。 まあその他、両麻痺って言われたりすることもありますね。両麻痺に関しては両上肢または両下肢の麻痺が起きますよということ。肩麻痺はまあ皆さんご存知の麻痺ですと。で三肢麻痺上肢の片っぽと両下肢ですとで。対麻痺に関して言うと両下肢のみで。短麻痺は下肢のみとかっていう感じでね。 まあこの辺の名前はしっかり覚えといた方がいいかもしれないですね。シシマヒって言われた時にどこが麻痺ってんのかよく分かんないっていうのはちょっと困っちゃうのでこの辺りぐらいはまあね絵で覚えれば このぐらいは、ね、大して問題ないと思いますのでこういった形で覚えるといいかなと思いますあともう一個覚えておいてほしいことは、まあ、これもざっくりですけども、まあ、脳性麻痺でどの、えー、と脳のどの辺りをやられると軽直型になるのか徹頭痛型になるのか失調型になるのかっていうところ、まあ、この辺りはねそんなに難しくはありません大脳全体的にやられている場合大脳の、えー、と障害に関して言うと軽直型になりますと脳血管疾患でも同じような形ですね で当て等税型に関しては大脳基底核の部分がやられるとこの、えー、と種類の脳性麻痺になりやすいということですね小脳がやられると出張型の、えー、と脳性麻痺になりますまあこの辺もざっくり3つ押さえておけばまあいいかなというところです。でそれに付随して、まあ、脳性麻痺で起こるものっていうのをもう下の方に一応挙げておきました。まあ、転換とか精神発達地帯感覚障害知的障害、害知的 接触障障害害言語障害などが合併しますよっていうとこ例えば脳性麻痺に関しては、まあ、いろんな問題で、ね、脳性麻痺のまま生まれていきたいとかえっ、ー、と生まれた後に脳性麻痺になる子、まあ、それぞれいろんなタイプがあるとは思いますけども脳のねいろんなところをやられてしまうのでいろんな麻痺だったりいろんな障害が出てきてしまう、まあ、その中でもざっくりとこう分類していくと本日のような形に、えー、と分類できるのではないかなというふうに思います。 ま、僕に関して言うとまあ、これは本当僕の勉強の仕方として今回は取り上げてみました。けども、あの捨て問題に関しては、このぐらいざっくりの勉強の仕方にしておきます。本当に浅い知識のところで、えー、っとオッケーとして、うんと当日の試験に関して言うとうん、まあ、噛んま勘で当たったらいいなぐらい。なんか言葉聞いたことあるな。っていうのが頭に浮かぶ程度ぐらいは勉強しておくっていうだけで。 まあそのために必要なこういうね分類の仕方っていうのはすごい自分の中で勝手にね理解しながら作ってみると一回作れば大体ね理解できると思いますのでもし小児が苦手な方はこのぐらいの理解でいいのかなっていうふうに思います実際に解ける完璧に解けるようになるためにはもっとね知識が必要かもしれないですけどもまあ僕に関して言うとこれね僕に関して言うとですけどもえっとこのぐらいざっくりと理解すればいいかなというところになります。 まあ毎度毎度言ってますけども僕に関して言うと国家試験の小児系の問題は捨て問題としてね選択してますのでうんとあまりね参考にならないかもしれないですけどもしまた何か解説規模のものがあれば教えてくださいということで本日は以上になりますまたいつもの通りり何となくためになったよとかって思ってもらえたらいいねまたはフォローまたはチャンネル登録をお願いしますということで本日は以上になりますでは